皆さんどうもこんばんは、元気にしていますでしょうか。僕の地域は最近ずっと雨が続いていて、気分的には塞ぎ込みがちだったんですけれども、桜が満開になったということでね、すごい嬉しい季節でもあります。で、桜が満開になるといえば入学式のシーズンですよね。入学式といえばやっぱり新しい友達をたくさん作りたいなと思う人は多いと思うんですけれども、友達を作るには笑顔が大切だと言われています。こうやってニッと笑うのが必要ですけれども、にって笑った時に歯が黄色かったりするとちょっとみんな引いてしまう時ってありますよね。でも黄色い歯になってしまったらなかなか治すのは難しいなって困る人は多いと思います。でもそんな時にとても面白いアイテムがあったので、それを今回は買ってきました。それは何かというとこちらです。はい、ドーン、ホワイトナーという商品ですが、皆様これを見てどんな商品か想像つきますか？韓国の商品でちょっと日本には売ってないんですけれども、 LG の生活用品っていうので売ってます。歯が黄色くなってしまったらそれを直すのってなかなか難しくて、大体の人は歯医者さんに行ってホワイトニングっていうのをしてもらうと思うんですけれども、それって手間とお金がすごいかかりますよね。で、韓国って整形とかは結構有名な美容大国だと思うんですけれども、歯を白くするセルフホワイトニングというパッケージまで売ってるんですよ。で、価格はだいたい1000円ぐらいで売ってるのでお買い得だなと思いました。ということで今回はちょっと日本にはあまり売ってない珍しいこのセルフホワイトニングというのを紹介したいと思います。はい、箱の中に入っていたのはセルフホワイトニング用のシートと、これは自分の歯の黄色さをチェックするためのシートです。あと説明書が入っていました。まずこれの紹介なんですけれども、自分の前歯にこうやって歯を足当てていきます。それで自分の歯がどれぐらいの明るさなのかというのを調べていきます。1番が一番濃くて16番が真っ白になっています。ちょっと動画で自分でこうやって写すのはやりにくかったんで、自分が何番かだけ紹介しますと13番でした。で、このシートを使うことによって13番よりも明るくなると成功ですね。ちょっと実際に試してみたいと思います。こうやって開けていくと歯磨き粉の香りしますね。はい、白いシールが入っていました。この白いシールの使い方はパッケージの後ろに詳しく書いてあります。まず剥がしますよね。前歯に貼っていきます。もう一枚白いシールを出して下の歯にも貼っていきます。剥がします。貼ります。スキッパーだからうまく剥けない。でもなんとか貼ってみました。スキッパーですからね。はい、私スキッパー一応下の歯には貼っておきます。歯がかはい、一応こうやって上と下で貼ってきました。なんか異物感やばいんですけれども、歯磨き粉のついたシールを貼っている感じです。ちょっと例えるならガムをここに巻いてるような感じがして、まあ異物感はありますよね。でもこういうのって結構女性が好きそうだなって思います。で、あとハングルが読めないんで、ちょっと本当にこれでやり方合ってるのかわからないんですけれども、インターネットで調べた限りではこれで間違いないと思います。説明書も全てハングルなので難しいですね。香りは青りんごの香りがしていて、ネトネトするんですけど、そんなに嫌な感じはしないですね。ちなみにこれシート8枚ついていますから、上と下合わせて4回使えるということになります。4回使えたら結構白くなるかもしれないですよね。はい、ということで皆さんお待たせしました。1時間経ってね、シールを剥がしてきたんですけれども、どれぐらい色が白くなったかというのを報告します。自分で見たら少しわかるぐらいは白くなりました。特に、こことここ。この2つの歯がさっきと比べても、白いって自分でわかるぐらいは白いんですよ。ただ、その他の横側の歯は、あんまり違いがわからなかったですね。目に見えてわかるのは前の毛歯なんですけれども、それも自分だったらわかる程度だと思います。だけど全く違いがないっていうよりかはいいですよね。ということでかなりいい商品だなというかびっくりしました。結果が出るセルフホワイトニングだと思います。で、気になるこれのランクでなんですけれども、自分が最初13だったんですけれども、まああんまり違いないんですよ。あんまり違いないんだけど、自分はだいたい15ぐらいまではね、白さがアップしたなというふうに思います。最初に1から5ら辺の結構黄色い人が使うとすごい効果が実感できるんじゃないかなっていう風に予測されます。これでもし気になった方はぜひね、これホームページとか Amazon とかで検索してみてください。ホワイトナーという商品でございます。これからの時代は笑顔っていうのがどんどん大事になってくると思うので、皆様も綺麗な笑顔で綺麗な歯で新生活を迎えましょう。ということで今回の動画は以上です。見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。